章科は、第二次世界大戦前の日本における尋常、小学校、高等小学校の教科の一である。現在の音楽にあたる。1872年、学生が発布された時小学校の一教科として、定められた。ただしこれは、外国の制度を模倣しただけで、当分これを書くという宇宙がされていて、有名無実な教科だった。教師も教材もなかったからである。 その後の教育令、改正教育令、小学校令でも必須ではなかった。そこで1879年、伊沢修二の首相で、文部省は音楽取り調べ係を創設した。まず、小学校歌集が伊沢修二、名村らによって編集された。楽曲の多くは、蝶々、蛍の光、青毛唐都市など、外国曲に歌詞をつけたものであった。 1886年文部大臣の検定を経たものでなければ小学校の教科書として採用することができなくなり当分の間この規定によって民間から出たものが採用されるようになった。1888年頃から民間出版の紹介集が出てきた。はじめのうちは外国局が多かったが多き連太郎などの日本人の作曲も増えてきた。 1901年小学校令の改正に伴う小学校令施行規則において、小科派兵位、なるか局を、小布ことを読しめかねた美観を養秘特性の寛容に死するをもって、養紙とすと目的を定められた。そして1907年、小学校令が改正されて、初めて必須科目となったのである。1910年、尋常小学とか本省科を、文部省が編纂した。 この本の最大の特徴は、全曲が日本人によって作曲された点である。以後、章歌については、文部省著作の教科書と文部大臣の検定を経た民間の教科書が併用された。以後、章歌は30年にわたって学校で教え続けられた。戦時体制下の1941年、国民学校令の施行で、章歌は、 芸能化音楽へと発展的解消した。ありがとうございます。